こんにちは、超集中空間プロデューサーの北真吾です。今日は健大高崎の数学についてお話をしてみようと思います。今日お話しするのは学徳1の数学になります。はい、健大の、数学はですね、毎年もう型が決まっていると言っていいと思います。2019年は1番が計算で、2番が小問ですね。で、3番が確率、4番が関数、5番が図形というふうになっていました。で、2018年は1番で計算と小問が両方混ざって出てましたね。で、2番が確率、3番が関数、4番が図形で、5番が規則性の問題になってました。で、これは2017年も同様でしたね。はい、で、まあ型はかなり似ているんですけれども、本当に中身を見るとそっくりなんです。で、まず1番の2019年のね、1番の計算なんですけれども、計算は全部で6問で、これ毎年出題されているものが一緒で、正負の数と中2でやる文字式ですね。それから中3でやる平方根、式の展開、因数分解、二次方程式ということで、それぞれ1問ずつということで6問出題されています。で、小問も結構似てるんですよ。で、一つはですね、関数の問題、二次関数の変域とか反比例とかが出てますね。で、あとは角度の問題が出たりとか、体積面積の問題が出たりとか、あとは資料の整理が出てますね。で、去年は規則性の問題はこの小問の中で出ました。はい、で、3番確率、4番関数となって、5番は、図形はですね、平面図形ですね。で、ここ3年は相似を使った平面図形の問題が出題されているということで、ほぼ毎年出題の範囲は変わっていないというのが言えると思います。はい、ですので、型が決まっているということはしっかりと準備ができるのかなというふうになると思います。ですので、数学が得意な人も不得意な人もですね、しっかりとまずは出題されるところだけでもやっておくと、得点が取りやすいかなというふうに思います。得意な人はぜひ数学は勝負科目にしていただくといいと思います。はい、では今日は、健大高崎の数学についてお話をいたしました。ありがとうございました。